シークレットベース K ステーション。皆さん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけです。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員証をお送りしているので、どんどんまだメール採用されたことないよとか送ったことないよっていう方は送ってください。もちろん隊員の方のメールもたくさんお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、さてさて、まずはですね、前回の157回にて、歌ってみたという新コーナー、こちらなかったなって思ってる方多いと思うんですけれども、こちら実はですね、一回アカペラなら、既存の曲歌ってもいいよっていう風に、了解いただいて始めたコーナーだったんですけれども、やはり著作権等にかかってしまうっていうことが分かりましたので、新コーナー残念ながら、中止とさせていただきます。大変申し訳ございません。皆さん楽しみにしていただいたのにね、ごめんなさい。はい、まあまた違う形でね、なんかちょっと一応ちゃんとターゲットさんの音楽レベルさんのラジオってことなので、なんかまたちょっと歌的な何かを取り入れたコーナーを始められたらいいなと思うので、またちょっと考えてみます。また新コーナー楽しみに待っててくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、皆さんもお元気でお過ごしでしょうか。私も元気に過ごしております。もうまあもう変わらず自宅での自粛生活、自宅で過ごすことの方がほとんどなんですけれども、まあ順調にいろんなお料理も作ったりとか、でもまあ最近は少しね緩和されてきたので、まあ、自粛は変わらないんですけれども、歩いて行ける距離のお料理屋さんとか好きなラーメン屋さんに、テイクアウトラーメンを買いに行ったり、お寿司屋さんに行ってテイクアウトお寿司買ってきたりとか、まあそういうことして、まあたまには料理する手も休めたいなと思ったりとかして、ちょっとお散歩がてら行ってきたりとかしています。皆さんも結構テイクアウトすること多いんじゃないですか、お弁当とかね。まあなんか今までテイクアウトできなかったお料理とかがテイクアウトできるのはいいなって思います。ウーバーイーツとかもね利用してる方も多いじゃないですかね。私はねまだ1回だけね、なんかそのトライアルで初回ちょっと安くなりますみたいなのが前入ってた時に1回だけやったんですけれども、まあでも大変そうだよね。なんか駅前とかにウーバーイーツの何リュックサック、大きいリュックサックを背負ったお兄さんたちが結構待ってて、溜まってて、多分その駅前にいろんなお店があるから、その駅前にいればすぐ俺行けますっていう反応ができて、お荷物食事持って配達できるっていう、なんかスタンバってんのかなって思います。なんかちょっと見てると、なんかもう集まってきてるお兄さんは近所なのか、もう顔見知りになってるのかで結構なんかお話ししてたりとかして、なんかこういうウーバーイーツってなんかタイ一人でやるそのデリバリーのバイトなのかなと思ってたけれども、まあなんかそうやってね、なんか駅前とか集まることによってコミュニケーションだったりとか取れて、まあ仲間ができるんだなってちょっと、ちょっといいなと思いました。私はウーバーイーツの配達はできないと思いますけどね、まあ、持ってる自転車もママチャリですからね、なかなかこう距離がバーっていけないと思うので、はい、まあ引き続き運動はしています。はい、運動してるんですけども、まあなんか運動量に比べてご飯いっぱい食べちゃってるんで、ちょっとダイエットしたいなと思ったので、おからパウダーを買いまして、まあおからのよくあるあれじゃないですか、おからクッキーだったりとか、ちょっと他のものお肉におからを混ぜてみたりだったりとかして、ちょっと食べていこうかなって思ってます。はい、ではいつものオープニングの例のコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はい、
い、今回のトークテーマは好きなケーキは何ですかでした。私がねケーキ買うときに迷っちゃったから、こちらのアンケートに皆さん協力していただきました。参考にさせていただきたいと思います。それでは早速メールをご紹介したいと思います。まずはタイナンバー100番シークレットネームミラノさんからです。近藤隊長ハイサーイ。おーハイサーイ。アンケート内容の好きなケーキですが、確かに迷ってしまいますよね。ですよね。そんな時に自分が高確率で選ぶのがシュークリームです。おー、シューの中にクリームがたっぷりで食べていて幸せです。そういえばシュークリームは逆さまにして食べるとクリームがこぼれないという裏技があるそうですが、まだ試したことがありません。次シュークリームを食べる機会がありましたらぜひ試したいですね、とのことです。おー裏技までありがとうございます。あーそうなんだ、シュークリームを裏返して食べるのか、やってみたいと思います。私もシュークリームね、私も美味しいから結構好きで、お仕事の帰りとかに家族に お土産でよく買って帰ったりしますね。うん、そっか、シュークリームね。あ、しかしこぼれないという食べ方よりも、私は中のクリームをどれだけこう最後に楽しみに取っておけるかっていう、あんまり外ではしない食べ方を家ではしてしまうので、あー結構ベタベタにすることが、お皿の上にクリームが乗ってる、落としポトッと落ちるみたいなことが多いのですが、まあ、今度は裏返して食べてみたいと思います。まあ、シュークリームね好き。そうケース、シュークリームもいろいろあるよね。あ、昔はさ、なんかカスタードクリームっていうよりもカスタードとあとホイップクリームが入ってる2層のが結構多かったりとかしたかな。あとはスワンシュークリーム、なんかね昔はねスワンの形をしたシュークリームをよくねおばあちゃんのお友達とかが買ってきてくれて食べてたのを覚えてます。懐かしいな、最近あんまり見ないよねスワンの形したシュークリーム。あーちょっと探し、ちょっと食べたいなシュークリーム。ありがとうございます。続きまして、隊員ナンバー105番杉原ハードボイルドパンダさんからです。ありがとうございます。私のおすすめのケーキは職場の近くにある三輪屋のくるみロールケーキです。くるみか、でも高そう、でも美味しそう。ロールケーキの生地にくるみが練り込まれており、食べると柔らかいスポンジの中の硬いくるみの歯ごたえが良いアクセントになり、とても美味しいです、とのことです。ありがとうございます。あ、生地にくるみが練り込まれてるんだ。ロールケーキで、でもなんかじゃあ普通のクリームが、ま、巻き込まれてるのかな。変わってる、イメージとちょっと想像と違かった。いやでも美味しい、くるみ入ってるケーキって美味しいですよね。わかります、こうちょっとアクセントがね、歯ごたえのアクセントが、そうナッツが入ってるのとかも結構好きなんですよね。三輪屋さん、これはやっぱりその1店舗しかない地方とか、こうなんかこうお取り寄せってかできるのかなか、店舗か、いろんなとこに店舗ない感じかな。あでもちょっと美味しそう、ちょっと調べてみます。ありがとうございます。続きましては、隊員ナンバー104番シークレットネームレンカさんからです。ありがとうございます。近藤隊長ごきげんよう。ごきげんよう。その味、食感、フォークを入れるタイミングから食べ終えてお皿を片付けるまでが好きなのはショートケーキ。とっても定番ですが大好きです。うん。しかし僕はアレルギーでイチゴが食べられないため、イチゴを取り除き、そのフレーバーを楽しみつつケーキ生地とクリームを楽しむという食べ方をしています。ついでに書かせていただくと、今まで食べたことがないケーキがあります。それはモンブランケーキ。この放送を機に食べてみて大好きなリストに入れたいと思います。
放送や近藤隊長のツイートを見て食の範囲が広がるのが嬉しいです。ではではです。ありがとうございます。あー、いちごはアレルギーだけど、そのフレーバーとかだけなら大丈夫なんですね。そっか、でもショートケーキはほんと定番。すごいちっちゃい頃好きでした。でもなんかね、私がほんと子供のちっちゃい幼稚園とか小低学年の頃まではそのショートケーキとか生クリームのケーキが少なくって、お父さんが好きだったからなのかな、わかんない、バターケーキが多かったんですよね。そう、なんかすごい甘くて、そのコーティングされているやつ、それが多かったから、ショートケーキを食べた時はもうなんか世界が天地がひっくり返るんじゃないかっていうぐらい美味しかったのを覚えています。そう、それからはね結構食べれる機会が多くなって、今はもうショートケーキとかもう贅沢でショートケーキ以外のものを食べたりとかしてるんですけれども、やっぱ定番がやっぱりそのケーキ屋さんの基準というか美味しさを測るバロメーターになってるのかなと思うので、まずちょっと確かにショートケーキを食べてみたいなっていうところありますね。ありがとうございます。おいちご食べられないの残念ですね。でもね、他のフルーツが食べられるなら、いちごショートケーキ以外のフルーツショートケーキとかも確かあると思うので、ぜひおいしいショートケーキいっぱい食べてくださいね。はい、そしてモンブランもぜひ食べてみてください。ありがとうございます。では最後に、隊員ナンバー12番シークレットネームお気軽バナナさんからです。ありがとうございます。かなこ団長、ボンジュールボンジュールお題の好きなケーキはいろいろありますが、チョコを使ったケーキ、ヘーゼルナッツを使ったケーキ、コーヒーを使ったケーキなどが好きです。なんかちょっとフレーバーが、香りがいいケーキが好きなのかな。うちの勤め先のお店でもお客さんがよく悩んで、あ、そう、気軽バナナさんケーキ屋さんなんですよねお客さんがよく悩んで、おすすめは何ですかと聞かれて、どんな味が好みか聞いてケーキの提案をしています。ケーキだけじゃ寂しいとか悩むお客さんがいれば、マカロンを添えてあげるのはどうでしょうかなど、おすすめトーク販売促進をしているそうです。ありがとうございます。なるほど。そう、チョコレートケーキ、ヘーゼルナッツ、そう、ヘーゼルナッツ、くるみとかが入ってるチョコレートケーキで、私だから家族が好きだったのがトップスっていう赤坂かなんかに本店があるのかな、わかんないんだけど、よくデパートに入ってて近くので、そこで買ってたトップスのチョコレートケーキが好きで、もうね、お父さんの誕生日ケーキはいつもトップスのチョコレートケーキっていうイメージでしたね。そう、でも下の妹が、9つ離れた下の妹がなんかね、ナッツが嫌いで、彼女が食べれないってことになってから違うケーキになってきたりしたかなそれとか丸いケーキとかじゃ、大きいケーキじゃなくて、もう一個一人ずつこう食べれるようなもともと切ってあるケーキになったりとかしたかな。でもね、なんか2年前ぐらいに久々に、あ、トップスだと思って、トップスのチョコレートケーキ買って食べたら、なんかね、昔の味とちょっと変わっている印象だったんですよ。ここ最近っていうか、もう十数年のお砂糖を減らしてちょっと甘くない感じのお菓子にしようとかいう感じの流行りですか、流行りなのかな、まあ、コストもかかっちゃうからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか甘くなくなっちゃってて、それがねちょっとショックで、それ以来また食べてないかな。でもまた食べたいな。ケーキね、意外とこうかわいくこうデコレーションされてたりするから、中に何が入ってるか分かんなかったりするので、まあそうやってね、なんかこうとりあえず見た目だけで選ぶのも楽しいかな。そうか、ケーキだけじゃ寂しいと悩むお客さんがいればマカロンを添えたり、おしゃれだね。それはケーキ屋さんならではだね。なるほどね、フレーバー
いい香りのするナッツとかコーヒーとか。なるほど、ちょっとこれはまたケーキ屋さんの意見ですな。またぜひそういった美味しいケーキをお気軽バナナさん作ってお客さんを幸せにしてあげてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、先ほども言いましたけれども、そうケーキって何が入ってるか、何の具材が使われてるかたまに分かんないことがあるので、まあ、見た目で、あ、これ美味しそうだなとか、これ綺麗だな、可愛いなっていうので選んでも良さそうだなっていうのをちょっといろいろメールを拝見させていただきながらちょっと考えました。あ、もうやっぱケーキって選べないよね。もうショートケーキもいいし、シュークリームもいいし、あれシュークリームがさ、いっぱい積み上がったこうケーキとかもあるでしょ。あれはちょっと憧れなんですよね。あれとか、あのちっちゃいロールケーキをいっぱい積み上げたロールケーキケーキなんかただただケーキが食べたいだけになってきたかもしれない買えなかったから、もう2週間以上の前の話になっちゃうから。あー、ケーキ食べたいな。でもなんかコンビニで買うケーキじゃない方がいいなと思うので、こうケーキ屋さんを覗いちゃうんですけどもね、やっぱ迷っちゃうんだよね。全部食べたい、ほんと全部買うような余裕のある金銭とお腹の余裕と冷蔵庫の余裕が、あきこ冷蔵庫パンパンなんですよいつもあればいいなと、はい、思いますはい、まあ、悩む一方ですけれども、まあ、私の誕生日が6月26日なんで、まあ、その日は確実に何かのケーキを買いますので、はい、その時はツイッターでお知らせいたします。何選んだのかお楽しみに。はい、それでは次回のトークテーマの発表です。次回のトークテーマは、自分の誕生日に食べたいご飯は何ですか。誕生日の日に食べたい、もう誕生日だから特別なご飯とか、これ食べたいっていうのはなんかありますよね。ぜひ誕生日の日に食べたいご飯を教えてください。メールの宛先は k_secret@target-end.com k_secret@target-end.com までです。よし、ちょっとこう室内を締め切って、もうすごい熱気が溜まってきたので、次のコーナーは窓一回開けてから風通しを良くしてからもう一回閉めて撮ります。それでは今回も自宅からお送りいたします。シークレットベース K ステーション第158回、いってみよう。謎の単語を解読していきます。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。はい、ということで今日も自宅録音なので、お電話でタッキーさんに収録にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。しかし自宅収録なので、本当にあの窓を閉め切ってやっててね、最近気温が上がってきているので、もう蒸し風呂状態になってきますそう、空調もかけてないし換気扇も回してないからもう暑いいやーね、また急に暑くなっちゃってね、大変ですがあー、ちょっと水分補給しながら頑張りたいと思います。はい、じゃあ今日のお題はこちらです。ちゃちゃじゃーん、ベルペッパー、カタカナでベルペッパーですかね。なんだろう、ベルペッパーとは、ベルはお金ですねベルはお金の胡椒、金のなる胡椒、ベルペッパー。
昔って香辛料高価でしたよね。その船でこうねアフリカからこう運んできて、そう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 、お金の代わりぐらいの高価なもので、そういうやつ高い胡椒、黒胡椒みたいな、ブラックペッパーかレッドペッパーかホワイトペッパーか、ペッパーっていうとあとはこうペッパーくんですよねお話ししてくれロボット、はいでヒント1いきます。皆さんも一緒に考えてくださいね。あ、食べ物の名前です。食べ物なんだ。ベルペッパー、食べ物、食べ物なんだろう。ベルペッパー、でもやっぱ香辛料的なやつなのかな。ベルペッパー、お金っぽい香辛料ってなんだ。お金っぽい香辛料ってなんだろうね。ベル、黄色いと、ゆずの皮、チンピ、みかんの皮、チンピとか黄色いですよね。ではない。ベルペッパー、なんだろうな、うん、ちょっと胡椒が効いてるやつっぽいのな。ヒントに行きます。ヒント2、じゃじゃじゃん。100年以上の歴史がある食材です。100年以上食材、でも100年以上って結構どんな食材でも経ってない結構ありますよね。あ、香辛料ではない、香辛料ではないか。なんだろう。もうヒント2がすごい大きすぎて、もう何でもなんかわかんない。あんまりヒントじゃない。うん、そう、香辛料。そうですね。香辛料じゃないっていうのがヒントですね。なんだろう。ベルペッパー、100年以上。でも食材でメインにならないやつでしょ？ベルっていう形？ベルっていう形、いや、お金か、金で、あ、でもあの鈴とかに方向の金っていうことですかね。ベルペッパー、ああいう形の、なんだ、ナスじゃないしな、前出たしな。ベル、あれも動物の森やってると動物の森の通貨がベルなんですよ。1ベルとか、そうそう、だからね、お金になっちゃうお金になっちゃうね。ヒント3開けます。ヒント3、じゃじゃじゃん。このタイプの食材は海外ではあまり馴染みがありません。おお、海外では、じゃあ日本独特な食材ですね。なんだろう、いや、なんか日本独特のスパイスっていう的なものだったらわさびかなと思ったんですよ。でも違うわけですよね。わさびではないですよね。全然わかんない。ヒント4開けます。ヒント4。じゃじゃん。これからの時期が旬です。これから夏。夏。夏が旬のベルペッパー。旬って言うとやっぱり野菜とか、うーん、魚とか、でも魚とかじゃないんだろうね。野菜とか果物なんだろうな。植物系の食べ物。あ、でも、嘘、わかんない。なんだろう。ベルペッパー、ベルっぽい、ピーマン、あ、ピーマン、本当ですか？ピーマン、パプリカとか。あ、そっか、ピーマン、あ、あれ、ベルペッパー。あ、そうなんだ。あ、でも確かに ピーマン品種違うとシシトウみたいになんか辛かったりするから、あー、和製英語なんですか、ピーマン。じゃあ海外でベルペッパーって言わないとピーマンじゃない。あー、英語でもグリーンペッパーなんですか。あー、そうなんだ。ピーマンってじゃあアメリカじゃ言わないようにしましょうね言っちゃダメらしいですよ、ピーマンって。ピーで、はい、英語でよくないらしいですよ。はい、マジかー、知らない、危ない危ない、知らなかった。
そうか、なるほどね。あ、海外では馴染みがあんまりないっていうのはパプリカを使う方がメジャーだからってことですね。あー、なるほどね。そっか。で、ちなみにヒント5を開けてみますね。ヒント5が子供が嫌いな野菜ランキングの常連です。あー、確かにピーマンね、ちっちゃい頃は苦手だったかも。なるほど、ベルペッパー。いや、なんかそう、ピーマンなのか、それかなんか鈴がいっぱいついてるイメージでブドウなのかなと思ったんですよ。そう、なんかあるじゃないですか、いっぱい鈴がついてるベルの楽器とかも。あー、よかった、ピーマンで合ってた。じゃあ、こちら回答の方読んでいきますね。答えです。はい、じゃじゃじゃん。はい、ベルペッパーとは英語でピーマンという意味である。ピーマンは和製英語なので英語圏では理解されない上に誤った意味で使われてしまうので要注意です。日本語におけるピーマンの由来はフランス語のピマン、あるいはスペイン語のピメントとされる。あ、フランス語とスペイン語もピーマンじゃないんですね。それぞれ違うんだ。はい、ピーマンそのものは唐辛子の品種の一つであり、収穫せずに実をそのまま熟させると緑から黄色や赤へと色を変えながら熟成していく。そうそう、ピーマンってね、そうですよね、熟成前で摘んでるんですよね、緑ってね。そうそう、なんか赤い方が甘いらしいですね、ピーマン。やっぱり、なんで緑で食べちゃうんでしょうね、日本の人。謎だわ。はい、で、子供が嫌いな野菜ランキングの常連であるピーマンの独特な苦味は、ゴミを楽しむ食文化を持つ日本独特の食べ方で、あ、なるほどね、海外では馴染みのない食べ方らしい。そっか、手前で摘んじゃうな、日本独特な苦味が。あ、そうなんですね、海外だと苦味を楽しむ文化あんまりないんですね。なるほど。そもそもピーマンが日本に伝わったのは明治時代らしいが、当時のピーマンは大型で肉厚で独特の香りの強さからそれほど普及しなかった。一般家庭に登場するようになったのは戦後のこと。あ、なるほど、肉厚ってことはやっぱパプリカとかという感じですかね、近い。経済統制がかけられ、食品を自由に売買ができなくなったが、存在すら忘れ去られていたピーマンを役人は見落としたのか、規制の対象外であった。そのため勝手に作り勝手に売買できるピーマンは戦後の食糧難の時に闇市で飛ぶように売れたらしい。なるほど。もし当時の役人がピーマンを覚えていたら、現代のスーパーにピーマンは存在していなかったかもしれないとのことです。ピーマン、マジか。ベルペッパー。まあ、確かにベルっぽいけど、あんまりベルっぽくないよね。あ、ピーマンね、6月から8月が旬ですからね。そう、パプリカもだいぶ値が下がってきましたしね。やっぱビタミン C がいっぱい豊富だし、お肌にもいいし、夏バテにもね、効きますからね。やっぱりここら辺の野菜はいっぱい食べたいところですよね。ベルペッパー、いや、聞いたことなかったな、不思議。ちょっと海外に行った時はピーマンって言わないようにします。あ、でも中国だとチンジャオなのかな、あれは違うか。チンジャオ、ロースがなんか肉っぽいからチンジャオなのかな。チンって青って意味じゃないです、青じゃないですか。青いジャオなのかなとか思ってみたり。いやー、いろいろありますね。もう野菜一つでもやっぱりこの名前が日本和製だったりとか知らないから、英語のやっぱりそのレシピサイト見ても分かんないですよね。そう、分かんない。だからその英語のレシピを見て調理するっていう、たまに番組とかあるじゃないですか。あれ面白いなと思って。全然違うものができたりするから面白いですよね。ああいう
のやってみたいな。ただ私は英語がすごい苦手なので本当によくわかんないものができそうな気がする。そう、ベルペッパーって言われたら唐辛子かなみたいな、うん、なっちゃいますよね。ペッパーだからね、辛いっていうイメージあるけど、そうなんですね。はい、ということで皆さんは解読できたでしょうか。ただいまですね、獲得ポイントが2ポイントだったので、今日も正解して3ポイントになりました。はい、次回も正解できるように頑張りたいと思います。皆さんはベルペッパー解読できたでしょうか。以上、暗号解読のコーナーでした。滝さん、お付き合いありがとうございました。大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私、近藤かな子が解決していきます。今日もメールいただきましたのでご紹介したいと思います。タイナンバー85番、シークレットネーム簿記検定10級さんからです。ありがとうございます。近藤隊長、お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。早いもので、今年も6月で折り返しの月になりました。さすがに気温もだいぶ暑くなってきて、半袖で過ごす日も多くなってきたのですが、昨今のテレワークなどもあり、食事は Uber Eats を頼んでるんですね。ジムも閉まっているので筋トレもせず、お腹にゼインミート、かっこ、贅肉がつき始め、手足は筋肉が衰えひょろひょろに、少しだらしくなくなりすぎたのでダイエットと筋トレを本腰入れて再開しようと思っています。そこで今の時期おすすめのダイエットメニューを教えていただけないでしょうか。いつも昆飯拝見しています。めちゃくちゃ美味しそうな料理ばかりで最高な企画です。ありがとうございます。筋肉がつくような献立だとなお嬉しいです。この夏の目標は細マッチョ。ちなみに近藤さんはスマートな細マッチョか男らしい筋肉マッチョ、どちらが好みのタイプですか、とのことです。ありがとうございます。細マッチョか男らしい筋肉マッチョか、いやー、どうだろうな。どっちも好きだな。なんか筋肉ある人は頼りがいがある感じがしていいですね。そう、なんかやっぱこう守られたいっていう願望があるのかな、わかんないけど。うん、あ、でもやっぱ筋肉好きなので、あのサスケとか大好きで見てます。はい、あのスポーツ界ナンバーワンとか、昔芸能人の方が飛び箱めっちゃ飛んだりとかしてたじゃないですか。ああいうのとかもすごい好きだったので、最近やってないからまた特番でやんないのかなっていうのがすごいちょっと楽しみにしております。はい、もうマッチョの人は好きです。筋肉好きです。やっぱり自分がないからなのかもしれないけれども。ありがとうございます。ということで、ですね、筋肉がつくような献立、ちなみに、筋肉をつける食事方法は、まあ、調べたんですけども、食事は1日6回に分けるといいそうです。うん、なんかが不足すると筋肉を分解してエネルギーに変えるらしいんですよ。だからエネルギー不足にならないように定期的にその6回に分けてエネルギーを補給するのがベストらしいです。そうで、ちなみにそのバランスは炭水化物5割、タンパク質3割、ビタミン類2割になる方がいいらしいです。だからまあ炭水化物ご飯とかでしょ、ご飯でしょ、でタンパク質3割、まあささみだったりとか卵だったりかな、でビタミン類、まあ野菜で
ですかね、そういうのを入れるといいらしいです。なんか前テレビで見てた時にそういった筋肉をつけるアスリート系の女性の人がその本当6食にあのタッパーに分けてお弁当を持ち歩いてて、まあ6食全部その同じだったんですけども、タッパーに入れるとどれがどれだけ取れるかってのが分かりやすいからタッパーに入れて持ち歩いてるんですよ、便利だしみたいな。むしろ私が食べるんじゃなくて筋肉の餌なので、これはご飯というより餌なんですよ筋肉の、みたいなことを話してたのをよく覚えております。はい。そして、1日に 1.5 リットル以上の水を飲んだ方がいいらしいです。はい。やっぱり体の約 60% は水分でできてますからね、やっぱり水分が不足しちゃうと疲労感とか筋力の低下とか、やっぱり痙攣とか起こしちゃう原因につながっちゃいますよね。やっぱり水は体内の老廃物を出してくれるので新陳代謝も活発になりますから、健康的にもねやっぱり効果的面なので、1日に 1.5 リットルの以上の水をぜひ飲んでください。これはやっぱ夏場とかよく絶対飲んだ方がいいです。もう筋肉のためとかじゃなくて 1.5 リットル以上はやっぱり1日は飲んだ方が人間はいいのかなって思います。そして、筋肉をつける食事方法は高タンパク質な、食事を心がけるっていうことですね。タンパク質を多く含む肉類は、牛フィレ肉、豚ヒレ肉、豚もも肉、鶏むね肉、ささみ、レバー、砂肝で、魚介類だと鮭、タラ、マグロの赤身、エビ、アジ、イカ、タコとかですね。まあこういったものはね、すぐ食べれないとかすぐ買えないっていう時はコンビニで買えるものだと、やっぱりそのサラダチキンとかすごい流行りましたよね。サラダチキンとか、あとゆで卵だったらばコンビニでも買えて手軽に高タンパク質取れるんじゃないかなって思います。確かにね、ダイエットしてた友達ずっとサラダチキン食べてたずっとサラダチキンをずっとビニール袋に入れてお腹が空くとサラダチキン食べてましたね。今はね、なんかそのいろんな味付けがあるからいいですよね。そして、筋力を増強を目的とした食事としては高カロリーがいいらしいです。タンパク質と同じぐらい炭水化物も摂るように意識することがいいらしいです。理想は1日3500キロカロリー以上の摂取を目標に食事をしましょうってことでした。でもただ糖質の多いコーラとかケーキ、お砂糖ですよね、でカロリーを稼ごうとすると脂肪に変わっちゃうので、脂質の多い食品にはあまり手を出さないようにしましょう。お砂糖じゃなくって、高カロリーのものを、まあ、ご飯とかですね、炭水化物して、カロリーを取りましょうってことですね。で、ちなみに筋力増強のための食事だと、まあ卵とかがいいので卵かけご飯であったりとか、簡単なのだと鶏の唐揚げとかポテトサラダであったりとか、豚ロースの生姜焼きとか、ささみと大葉のはさみ揚げ、まあささみと一緒に大葉を食べるとかだとさっぱりして食べれるかいいのかなっていうところですかね。あと食物繊維的な感じでごぼうとれんこんのサラダとか、まあスーパーであったりとかお惣菜屋さん売ってますよね。あとは、まあタンパク質も取りす、タンパク質じゃないね、炭水化物も取りすぎてはいけないかなというところでしたら、玄米ご飯にして、見たりとか、まあお魚は普通に焼いてサバの塩焼きであったりとか、スープ類でお肉取りたいなっていう時は中華風のあの水餃子、餃子の中華スープとかいいんじゃないんですかね。で、体を、あと筋肉増強じゃなくって体を引き締めることを目的とした食事は高タンパク低カロリーを、主にちゃんと目指して食事をとっていかなきゃいけないということです。高タンパク低カロリーな食材としてはささみ、サーモン、大豆食品、豚ヒレ肉、豚もも肉、牛肩肉などがありますね。結構代表的となってます。こちらのメニューとしては、まあ、豆腐と玉ねぎの味噌汁、まあ、豆腐となんかの味噌汁とか納豆、まあ、ささみはまた
ごまでつけて焼いたりとか、ごまドレッシングかけて食べたりとか。あとはそうですね、豆腐のハンバーグ、豆腐和風ハンバーグ、豆腐と鶏肉のミンチをぐちゃぐちゃって混ぜてこう焼いてあげたりだったりとか、あとはまあ普通に豆腐ね、冷ややっこであったりとか、まあサーモンも塩焼きばっかりは嫌だなっていう時は、まあちょっとハーブで焼いてみたりとかね、魚焼き器じゃなくてオーブンで、あ、私はヨーグルトができた音が聞こえました。自家製ヨーグルトが、そう、ヨーグルトにプロテインをかけて食べるのもいいです。私今やってます。はい、あのタンパク質が普通に足りてないと思ったので、あのプロテインをちょっとだけ小さじ 2杯ぐらいだけかけてヨーグルト食べるようにしてるんですよね。はい、自家製ヨーグルトを家で作っております。話が途中になりましたが、あの魚焼き器じゃなくても、あのトースターであったりオーブングリルであったりとかで、あの魚焼いてあげたりするとまたちょっとね、あの変わって美味しく作れたりもしますからね、そういうのもぜひ試してみてください。そう、やっぱりプロテインもやっぱり取った方が効率的にタンパク質が取れるので、ぜひやってみてくださいね。で、体を引き締めるには、消費カロリーの方がちっちゃく、摂取カロリーの方が高いという、状況にならないといけないので、通常のトレーニングに併用して、消費効率のいい有酸素運動にも取り組む方がいいらしいです。1日20分ランニングを日課にしてみたりするのもいいかもしれませんよ、とのことです。20分は走れない私。ちなみに筋肉をつける食事法としては、トレーニング後の30分以内に食事をとる方がいいそうです。いや、なんか疲れたらすぐご飯食べれないけどね、なんかいろいろあるんですね、仕組みとしてはね。はい、まあコンビニであったりファミレス、外食の際にも、まあお肉であったり豆腐であったりとか、そのサラダチキンとかもあったりするじゃないですか。はい、結構今最近は摂取カロリーだったりとか、やっぱりその筋肉鍛えるための方の用のね、も向けたような食事とかもメニューとかもあるので、そういうのもぜひね、チョイスして召し上がってみていけば、ご自宅でね調理するだけじゃなく、いろんなところでね、お買い物したりとかもできると思いますので、ぜひぜひね、体に負担がないように、筋肉つけてダイエットしてみてくださいね。はい、これができればきっと簿記検定19さん大丈夫だよ。はい、頑張ってみてください。私もちょっとダイエットしないといけないなと思っているので、ちょっと頑張ります。はい、このコーナーでは皆さんのお悩みを募集しております。ぜひぜひ送ってきてくださいね。それではここで一曲聴いてください。近藤かな子のアルバムミラーより、未来フレーバー。気が
間です。この番組では皆さんからのメールを大募集しております。オープニングやエンディングで読む普通のお便り、普通お便り、こちらは質問でも何でも OK です。ぜひ送ってくださいね。そして、みんなにアンケート。次回のアンケート内容は、誕生日の日に食べたいご飯は何ですか、誕生日の日に食べたいご飯は何ですかです。ぜひ回答お願いします。そしてきっと大丈夫だよのコーナーには、あなたのお悩みを送ってください。そして今日はやりませんでしたが、小さな幸せのコーナーには、あなたが感じた小さな幸せを送ってください。小さくなくても大きくても大丈夫ですよ。メールの宛先は k_secret@target-end.com、 k_secret@target-end.com までです。メールが採用されますと、ナンバー入りの単位賞ゲットのチャンスです。単位候補生の方、ぜひぜひ、メールまだ送ってないよ、送ったことないよ、採用されてないよっていう方、単位をもらってないよって方、ぜひまたメール送ってくださいね。よろしくお願いします。単位の方もぜひ送ってくださいね。よろしくお願いします。さあ、ということで、ここでね、いつも単位候補生の方から単位に昇格する方を発表してるんですが、今回も単位の方のメールのみでしたので、単位候補生の方がいらっしゃらないということで、昇格する方はいらっしゃいません。残念です。もうメールどしどし送ってください。よろしくお願いします。さて、ここで今度からのお知らせです。まずは新しいご連絡なんですけれども、私が、ライブをやらせていただいたことが何回もあります。目黒の六名館さん、ただいまですね、やはりコロナの影響で、とても、存続の方が大変となっております。ということをですね、ターゲットさんからご連絡いただきまして、ターゲットで、六名館支援商品を作りたいんですけど、ご協力いただけませんかと、ご相談いただきましたので、私ももう微力ながら協力させていただくことになりました。そちらがですね、六名館支援商品の方がターゲット e ショップにて販売の予定となっております。私の商品といたしましては、サイン入りの、ライブ DVD、 そしてサイン入りの T シャツ、そしてサイン入りタオル、サイン入り CD となっております。価格などはまだちょっとわからないんですけれども、こちらの売り上げはすべて六名館さんに寄付されるものとなっております。ターゲットの、レーベルメイツみんなで協力して、やるこちらの支援商品となります。私以外にも MGP さんだったりとかも協力予定ですので、ぜひどんなものが出るか楽しみに見てみてください。販売開始、終了などはまたちょっと未定ですので、今収録の状況時点では、いつからっていうちょっと連絡をまだいただいてないので分かりませんが、分かり次第 Twitter 等でも、お知らせさせていただきますので、どうぞお待ちください。よろしくお願いいたします。やっぱりね、伝統ある六名館がなくなってしまうっていうのはとても寂しいので、ぜひよろしければご協力いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。そして、前回もお知らせしてますけれども、新たに夜が明ける前にフォーエバーの各曲が配信スタートしております。ぜひ、CD と違うミックスとなっておりますので、聴き比べてください。よろしくお願いします。その他、近藤出演作品とかございましたら Twitter 等でご連絡させていただいてますので、そちらをチェックしてみてください。よろしくお願いします。まあ、最近は料理多めですけどもね、はい。ぜひ見てあげてください。頑張ります。はい。さてさて、まあまあ自粛が続いてね、まあなんか結構絶対1ヶ月に1回は会っていた甥っ子ちゃんとか姪っ子ちゃんにも今会えなくって、最近はそのテレビ電話をねするんですよ。で、甥っ子ちゃんとはそのぬいぐるみでこう会話してあげるとすごい喜ぶんですよ。ぬいぐるみのクマちゃん持ってあげて、クマちゃんだけ写して、こんにちは
とかやってあげるとすっごい喜んで、もうなかなか電話を切らせてくれない切ろうとするとやだクマちゃん、クマちゃんって言って泣いちゃうっていう、とても可愛いおいっ子でございます。おいっ子はもう小学校だから私がやってるってのはわかるけど、おいっ子はねまだ1歳ちょっとなので、クマちゃんが本当に動いてると思ってるとても可愛いです。クマちゃん大活躍です。早く会いたいよね。早くこの状況がね、本当一日でも早く収まるように本当思っております。いやもうね、自分の誕生日までにはなんとか普通に外食とかしていいような状況になってればいいなと思ったけれども、なかなかできなそうですし、まあもともとね誕生日の日に近くにまたイベントをちょっと企画はしていたんですけれども、もう発表する前にやっぱり無理かなってことで今回はなしっていう感じになってしまいました。バースデーイベントをねりえちゃんが企画してくれたんですけどもね、ほんと残念です。まあ何か SNS 上で何かできることがあったら何か考えたいなと思うんですけれども、ラジオもやってるからね、なんか質問ありますかっていうのを投げかけて、なんかこうツイッター上で返していくっていうのもね、なんか あまりだなと思ってるので、なんかあればいいけども、何もなかったら普通にケーキの写真を撮ってはい、終わりになるかもしれませんが、はい。いやでも本当に誕生、ね、この期間に誕生日迎えられた方とか、なんか本当にお友達に会えなかったりとかして寂しい方だろうなっていうのを、この自分のターンになってからすごいふつふつと感じております。はい、なので、5月、3月、4月、5月、そして6月の誕生日の方、本当におめでとうございます。来年の誕生日の日には素敵な、より素敵なバースデーが迎えられるように、祈っております。私も祈っております。ぜひ今後のね生活もまだ自粛が続いてしまうかもしれないんですけども、コツコツと手洗いとか消毒とかして、素敵なまた明日が早く一日に来るように、みんなでもうちょっとだけ頑張っていきましょうね。よし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 、はい、くまちゃんがここにいるので、なんかちょっと気分が上がってきましたやっぱり一人で喋ってるとね、なかなかこう詰まります、喋るのに。いや慣れたかなと思うけども、慣れませんね。なんかここのところ自分のこの自宅で収録している、録音物を聞くと間がないんですよね。喋んなきゃ喋んなきゃって言うから、こうこの会話の中のテンポというかすごい詰まってて、全部つながってる息継ぎの間もないぐらいにずっと喋り続けてる、コロ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 坂道を転げ落ちているかのように喋ってる感じになっちゃってるので、まあ今日はちょっと余裕を持って喋れてるかな、喋れるようにしないとなと思いながら喋ってみましたが、いかがでしたでしょうかあんま変わってねえよって感じかもしれないけれども、まあね、まだ次回も自宅収録なのかな、ちょっとわからないですけれども、新しいコーナーも考えつつ、やっていきたいと思いますので、引き続きこちらのケーステーションもお付き合いいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたしますね。この番組は各週金曜日の配信予定です。この放送を聞き終わったら速攻メール送ってくださいね。それではまた元気にお会いいたしましょう。お相手はシークレットベースゲイステーション隊長の近藤かな子でした。まったねー。この番組はターゲットの制作でお送りしました。